1948年、鍋山育ちかは日本の社会運動家で、非合法政党時代の日本共産党幹部。筆名に、大川健さん、石橋勲子、島崎隆二、豊崎五十一、須田林蔵などがある。大阪府東成群生津江村出身。小学校卒業後、専番校として働く。次第に、社会運動に傾倒し、友愛会に所属した。 その後、日本労働総動名に移り、日本共産党に入党した。この間、日本労働組合評議会結成に参画するなどの活動を行った。党再建後、徐々に党内で頭角を表し、佐野学と並ぶ、中心的幹部として3.15事件以後の党組織の再建に従事した。しかし、1929年、4.16事件で警察に検挙され、 1933年、獄中で佐野と共に天候生命、共同被告同士につぐる賞を出した。これは、コミンテルンの指導を受けての共産主義運動は、日本にはそぐわないものであり、今後は天皇を尊重した、社会主義運動を行う、というものであった。この声明は獄中にあった党員をはじめ、多くの運動家に大きな衝撃を与え、大量天候の動きを加速させることになった。 第二次世界大戦後は一時期労働前衛党を結成して政界復帰を図るも果たせず、1946年には、後に塩路一郎や宇佐美忠信など右派労働運動家が出入りする世界民主研究所を設立、その代表理事として反共運動を指導、死去まで務めた。1950年に結成された民主社会主義連盟では、 佐野や三田村志郎と共に発起人と評議員になお、ね、民社党、同盟の理論的、戦術的ブレインとしても活動した。1979年8月18日、食道癌のため、東京都渋谷区の自宅にて死去。77歳。ありがとうございます。